力を入れるか。金子洋蔵さん自体は実はあのそれほど存じ上げているわけではありません。お父さんはまずね、源次郎さんは大変お世話になりました。まああの地方自治体、地方自治の分野あるいは、農業あるいは水産業の分野で随分ご指導をいただいた大先生でありますけれども、とあとはですね、本当長崎の先生は本当皆さん私はもう親しくさせていただいておりましてね。もう議員辞められたけど一区の富岡さんなんかは私一緒に当選しました。2005年でしたよね。それとあとは、まあ、北村誠吾先生はですね、もう本当思い出が深くて、私が当選した2005年の時に防衛庁の政務官をしてましたね。防衛政務官をされてました。そして額賀副市長さんから防衛庁長官をされて、また防衛庁だったんですね。谷川弥一先生からはですね、時々食事に誘われてですね、で夜お寿司屋さんでいろいろとご講説をいただいてですね、新聞の切り抜きとか本のコピーを持っていただいていろいろご指導いただいているような、そんなそれぞれの長崎の先生、加藤隆翔さんなんかも お父さんと一緒に靖国神社を参拝する仲間でありました。今の息子さんもですね、仲良くさせていただいて、もう島原と熊本は本当船で30分ですからね。まあ、そんなことで本当に長崎の皆さんとは親しくさせていただいている上に、この佐世保は先ほどちょっとあの市長から紹介がありました。うちのおばがまだ住んでいます。と言いますのも、おばが住んでいるというよりもですね、木原家のお墓は佐世保にあるんです。俳句の西蓮寺というお寺さんですね、あそこが、うちのお寺なんですね。浄土真宗本願寺であります。でなんで熊本出身なのに佐世保にお墓があるかというと、うちのおじがですね、熊本出身なんですけども、熊本工業で野球が強いですね、高校卒業して普通自衛官になるというと熊本の人は陸上自衛隊になるんですけども、おじはですね、海上自衛隊に入ったんですね。そしてもう佐世保に、骨をうずめるといってですね、広田に今日構え、今日も広田寄ってきました。少し時間があったんで、田中先生もね、いらっしゃってましたよね。愛国先生も一緒でしたけど、おばさんの家に行って、おじさんは海上自衛官ですね、線香をあげてそしてこの会場に駆けつけたということになります。うちのだからおじは長男、木原家の長男でしたから、お責任ある木原家の当主として、もうこちらに拠点を移して、したがってうちの親父なんかは三男でしたからね、もうみんな兄弟は佐世保にお墓参りに来るということになって、だから私も時々佐世保にですねお邪魔をすると、そんな感じなんです。だから私にとって第二のふるさとといっても過言ではないのがこの佐世保であります。ですけど、配給は今回は選挙区ではないということですが、しかし次の選挙は選挙区なんですよ。だから金子候補に言いたい、今回の選挙は通過点です。次の日曜日が投票日ですけども、その次の選挙まででこれで完結するんだと。だからずっと突き抜けて選挙運動を私は続けてもらいたいな、これも大事なところだと思います。どのような結果であれ、どのような結果であれ、もちろん勝たなければいけませんが、どのような結果であれ、これ2回選挙をやると、次の本選というのはこれいつあるか分かりません。もう折り返しになっておりますから、大体衆議院の平均は2年半です。任期は4年なんですが、過去の平均は2年と6ヶ月というと、あと6ヶ月以内にもう1回選挙があってもおかしくないという、そういう状況の中で今回は通過点なんです。通過点ということとはいえですね、必ず来週には勝利していただきたいという強い思いがあって今日は駆けつけさせていただきました。もうせっかくおじさんの話をしましたから、おじはですね、海上自衛官、護衛艦乗りでした。そしてエンジン周りの仕事をしていました。もう本当昔の護衛艦でした。今のガスタービンエンジンと言ってね、動きますから、私は蒸気タービンですね。もう本当に火力を焚いて石炭とか重油で火を燃やしてですね、それで蒸気を発生させて、その圧力、高温高圧圧力で蒸気タービンを回すんです。ものすごく過酷な仕事です。ものすごく暑いですね。そして護衛艦の中、その中で私当時は一生懸命そのボイラーのものを担当して、本当に厳しい任務をやっておりました。
ちがぜひ佐世保に来なさいって言って、一緒に護衛艦のですね、覚えてます、磯波って言うんですけどね、磯波うなずいてらっしゃる人になりますけど、自衛隊の記念日行事の時に、ね、一緒に乗ったこともあります。おじいなんだ、ね、でもここが俺の職場だと言って本当に地下のですね、下の方のこのエンジン周りを見せてもらったことがあって、ああ大変な仕事だなと、でそういうことを感じたことがあります。でおじがね、一番喜んでくれたのは、私はね、民間の会社で仕事をしてたんです。陽道さんと一緒に日本航空という航空会社でした。その時非常に喜んでくれましたね。で私のパイロット の, 自社養成のコースに入ってたので、操縦士の免許も取ったんですけどね、その時にうちのおじが言ったのはね、会社に入る時に保証人になってくれたもんですから、ちょっと身乗り来なさいと言って、パイロットの仕事はね、花形だとみんなから注目されて、チヤホヤされて、でも大事なのは整備士だ、整備の仕事が大事だと言って、だから必ずその整備士さんに感謝をしなさいと言われたのがずっと頭にあって、私もずっと訓練中なんだ、整備士さんにこんにちはって言われましたから、ありがとうございます、今日もお世話になりますというような、まさにうちの文字は職人家庭でしたね、うん、ギアの油を舐めて、そしてそのタービンの音を聞いてですね、なんか聴診棒みたいなのがあるそうです。それでエンジンの調子が分かると、船が元気かどうか故障してないか、それで分かるというね、昔はそんな職人さんがいっぱい自衛隊の方にいてですね、まあ今ももちろんいらっしゃるでしょう、そんな文字でしたから、大変私も尊敬をしながら、もう18年ぐらい、私が1期目の時に亡くなったんですけどね、亡くなったんですが、尊敬できるおじでありました。そういうこの佐世保っていうのは自衛官であったり、あるいはその家族であったり、そういう方たちが誇りを持ってこの過ごしている町だろうと思います。ですからこういう町だからこそ、私はやっぱりその自衛隊に理解がある、そしてやはり今政府や与党が進めている公明党さんにもご協力いただいて、今いろいろ装備点の見直しなんかもね、与党の方でしていただいてますけども、私も大臣になる前まではそのメンバーでやりましたけども、そういったことをどんどん防衛政策を前に進めていただいて、そしておかげさまで昨年安保3文書の改定ということができましてね、5年間で43兆円、今までの GDP 比 1% といったのが 2% 約 2% まで倍増できることによって、もちろんいろんな防衛装備品なども買いますけども、やはり自衛官の処遇の改善であったりですね、あるいはその総監部とか、あとは愛の村の駐屯地の古い施設はもう一度きちんと整備し直すと、そういったさまざまな福利厚生も含めてですね、処遇の改善をしていくこと、こういう予算が盛り込まれているのが今回の43兆円なんですね。ですけども、そういう予算にも反対をされるんです。野党さんは、野党の方はね、残念ながら反対される。 IR にも反対、そういった防衛の予算にも反対。私はそういう方にこの佐世保の代表にはなってほしくない。やっぱりいろいろあると思います。長崎の政界の仕様はちょっと小耳に挟んだことがありますが、いろいろ事情があれですね、私はやはり一枚岩になって自民党公明党と一本化をして、この船越堂さんをしっかり応援していただくこと、これがこの自衛隊並びにそのご家族に対してのやはりそのご苦労に報いることになりますし、またこの佐世保の発展にもつながっていくものと私は固く信じております。確信をしています。厳しい選挙という情報を聞きました。実際にマスメディアがやっている調査もいくつか見ましたけど、本当に厳しい接戦の中で、必ず勝ち抜いていただかないといけません。自信と誇りを持ってこの金子陽道さんを応援していただいて、そして今40歳ですよね。この年齢は何事にも変えがたいです。相手の方は何歳か知りませんが、多分60代ではないですかね。もう20歳違うとすれば、この20年というのはとても大きいです。で、青年局世代といってですね、自民党に入れば45歳以下は青年局に皆さん入ることになります。青年局長ということで私も経験をさせていただきました。歴代の総理大臣は大体青年局長の経験、つまり
若くして議員になるということの大事さですね。岸田総理だってそうですね。安倍総理だってそう。麻生さんだってそうですね。小泉進次郎さんだってそうですけども、そういう、若くして議員になって、私は36歳でしたので、ね、当選当選。ただ、落選経験もありますから。そうやって、若いうちに議員になって、そしてさまざまな経験を積んで、そして、私は金子容三さんというのは大きく花開く、この佐世保からですね、私は大きな道が開けてくるものだと思います。最初は青年局でぜひ活躍活動をしていただきたいな、これも私からお願いになります。そういうお願いが叶うのも次の日曜日の結果次第でもあり、そしてさらに次の選挙の結果次第でもあります。何卒今日は皆さん方本当に厳しい選挙でありますので、そのことを念頭に、そしていかなる理由があれですね、私はこの金子容三さんに一本化をして、そして誰もがですね、この来週の日曜日に喜びを分かち合える結果になること、そのことだけを皆様方がその支援の輪を広げていただくことしか、この来週の日曜日の成功はありえませんので、そのことを今日はお願いに上がった次第であります。もう残りわずか1週間であります。最後までの皆様方のご支援と、そしてこの金子容三さんが必ずそのバッジをつけた暁には、今度は皆様方にしっかりと恩返しをしながら、次の子供たち、そして孫たちの世代に働くということを後ほどお誓いしますから、その言葉を信じて最後までのご支援よろしくお願い申し上げ、私のご挨拶をさせていただきます。お世話になります。よろしくお願い。